そこで大丈夫ですか。あ、大丈夫です。これピストじゃないですかね。ピストです。あ、サーリー、はい、あの知り合いが代理店やってるんで。あ、そうなんですか。はい。許可ももらわず撮ってるんですけど大丈夫ですかね。顔だけ映さないでこれは。あ、わかりました、はい、え、これ売り物ですか。それも売り物です。え、これどっから仕入れてるんですか。もう自分で海外行って。いや、あの海外に行ってるところから、うんうん、結構セレクトして入れてる。あ、やっぱね、そうしないとコンテナとか厄介ですもんね、はい、これクーラー効くんですか。遮熱塗料を屋根に塗ってるんで外側に。あ、マジっすか。なんすかこれ、このかっこよさは。でもこういう鉄筋がしっかりガクッとなってるって家としては珍しいのかな。これ工場なんで、もともと。そうじゃないとこういうかっこいいのは出ないですよね。木造だともう少し小屋張りがあって、こうあのウッドな感じになりますけどね。天井は抜けるとだいぶ。え、これも売り物。これ欲しいのかな。これ工場のテーブルですよ。これ欲しいっすって言っても、まあ、ヤスリとかって書いてあるの。古い、結構古いですね。工場から下げてきて。そう、こういう感じで、こういう感じで撮れるんですよ。あ、すごい、上も見たり。だから結構すごいですね。でこうやって歩いても大丈夫っていう設定なんです。基本的にはあんまりブレないんですという商品なんですけど、どこの商品ですかこれ。これただ中国なんですよね。木材だけで1000万ぐらいありますよ。マジで在庫で在庫ですごいな。ここで何か作ってったりするんですか。もうあります、はい。毎日宇宙ヒデ君出てていいの。いいよ。本当、じゃあちょっと自分は作れないんでヒデ君に作ってもらいます。ハッピーバースデートゥユー。